他の診療院の岡野です。今回はですね、口蹄台形素問14回目ですね。頭液老齢論についてお話しします。薬用種の話が出てきます。うるち米でできた、薬用の薬に使うお酒なんですけれども、こちらがですね、栄養がもう全部完備されているということなんですね。まあ、天の木と地の木が合わさって、稲穂ができて、その、もみを、お米にして、それを原料にして、薬用の酒を作るということなんで、天の木と地の木が全部合わさってるんで、栄養が完備されているというものですね。で、上古の時代、大昔の時代はそれは一応非常用に作ってたんですけれども、それはほとんど、昔の人は使わなかったということですね。で、少し時代がやってくると、中古の時代、その頃は、使ったんだけれども、使ったらすぐに完治していたということなんですね。で、今現在って言っても、口蹄台形が書かれての時代なんで、2000年以上前ですけれども、その時代は、薬用種だけでは病気は治せない状態になっておったということなんですね。漢方薬を使って、体の内側を治し、針とかお灸を使って体の外側を治すというふうになっておったということなんですけれども、浅い病、深い病と浅い病と分けた場合、浅い病の場合は針とかお灸とか漢方薬で、治療できるわけなんですけれども、お医者さんがですね、気づかないわけなんですね。浅い病気っていうのは浅いんで。で、それを気づかないで放っとくと深い病になってしまうということなんですね。で、深い病になってしまうと、患者さんがですね、精神的に乱れてきて、お医者さんの言うことを聞かなくなってきちゃうということなんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、病気がうまく、治せなくなってしまうということなんですね。いろんな治療法があるんですけども、結局治せる場合っていうのは、病気と治療法がピタリと一致した時じゃないと、ちゃんと治せないと。どんなにいい治療をしたとしても、その病気と治療法がしっかり合わないと治らないということなんですよね。で、ここでやっぱり重要なのは未病というものですね。私が思うに、未病を治すっていうのはどういうことかっていう、簡単に言うと予防なんですよね。まあ、以前にもよくお話ししてましたけれども、例えば糖質とかを取りすぎれば、やっぱ糖尿病とかになりますし、脂質も取りすぎれば、お腹を下しますしね。糖質とタンパク質を合わせて取りすぎれば、糖化が進みますし、同様に、糖質と脂質を同時にたくさん取りすぎると、それも糖化が進んで、細胞を傷つけて、酸化が進んで、老化が進んで、病気になってしまうということになってしまいますので、過ぎたるは及ばざるが如しと言いますけれども、取りすぎ注意ということですね。昔の人はなんでその薬用紙を使わなかったのかっていうのを想像するに、まあそういうふうに、エネルギーになるようなものを取りすぎなかったということなんじゃないですかね。ですんで、たとえ少し病気をしたとしても、その薬用紙を飲むことによって栄養が保たれて、体が温まって、自然と治っていったということだと思うんですね。で、まあ2000年前から現在っていうのはあんまり変わらない時代だというところを考えると、やはり、いろんなものを取りすぎて、体調を崩しているというふうにも考えられるかなと思います。で、さらにはですね、深い病になると医者の言うことを聞かないと、患者さんがですね、精神が乱れてっていうのは、まあそれはそうだろうなっていう感じしますよね。やっぱり体調が悪い状態だと、自分のなんていうんですね、欲望みたいなものがですね、より、鮮明化されやすいっていうのはあるんですよね。甘いものをより食べたくなるとか、脂っこいものがより一層食べたくなるとかですね、それを制限されるとイライラするとかですね、
そういう風になってしまうともね、確かに変わ違いないなっていう風に思うんですよね。ですんで、そういう意味ではこう欲望に突き動かされている状態というのは、ある意味、病が深い状態なのかもしれないなという風に感じる今日この頃です。はい、じゃあ今回は、後帝台経の祖門の14回目、投影老齢論についてお話しさせていただきました。失礼します。